思ってる以上っていうわけないんですけど、まあ、基本的に僕もその、まあ、どうやって作られてるのか科学的なものなんで、よくはないと思いますけど、まあただその、まあ、半永久的に、ね、害はないと言ってますけど、どの程度の害なのか分かんないんで、それもやっぱ基準っていうのはやっぱり国が決めていくもんなんで、どうしても日本で許可されてる農薬が多すぎるというところがまず問題なのかなというところからなんですけど、その基準が